千葉ロッテがシーンズ2桁得点され 4三振戒め負け。しかしエラーなかったら安田は3三振1閉殺打になったんだよな。マジ笑えない。安田のアレ記録はヒットなのか、マリン最後だったのか。ファン高校しとるな高波、情けねえ。どの面下げてプレーしてんだ。キャンプ地は来年から12分も都の城でいいわ。寒い中で走りまくった方がいい。石川はいつも終了前に勝ったつもりになってるよなって言いたかったけど、今日の点差なら何も言えない。西武金子より先に引退すべきやつがいるだろ。中村翔吾とか。2回の1アウト1三塁で勝負。安田連続三振種11アウト三塁しのぐも四球連発で、よりによって満塁で近藤勝負。まあここが大先輩よ。マリンで初戦取ると負け越しはないというジンクス終わっちゃった。ライスタに挨拶ってもう嫌がらせだろ。タカはなんだかんだ教育ができてるわ。動きがキビキビしてるもんな。見ろ、まるでマリンズが SC 土工に2点取ったベスト2回戦の高校のようだ。このチケット代でこの試合来年も値上げらしいです。嫌なら買わなきゃいいってか。ロッテちゃん石川シュータを救ってくれてありがとう。連日満員ゴレイホークスのおかげよ。感謝してね。ご視聴ありがとうございました。